JP です。モノマネ細々やってます。今日もゲットだ J ということで、やってまいりました。今回はですね、この、新ウルトラマンとマクドナルドさんのコラボ、こちらの新タツタ、宮崎名物チキン南蛮タルタルのね、この、新ウルトラマンとのコラボの、商品を買ってまいりました。そしてこちらですね、新ウルトラマンのですね、こちら、飲み物でございますね。これスイカと、これ何だっけ、中身、スイカとですね、これ中身はね、忘れてしまいましたね。後で調べてきます。はい、こっちはスイカ飲もうっていう、こっちは飲んでからちょっとね味を。そして、ポテトは普通にね、赤、赤っていうだけでね、一応ウルトラマン食ということでございまして、さあこの、新ウルトラマンとですね、マクドナルドさんのコラボを、なぜやろうと思う、この動画を撮ろうと思ったかって言いますとですね、皆さんお忘れじゃないですか。そう、ダウンタウンの松本人志さんと庵野監督ね、新ウルトラマンの監督、庵野監督の、このお二人がですね、対談されてるんですよ。その対談されてて、もうウルトラマンが、松本さんもウルトラマン好き。で、庵野監督はもう、ウルトラマンが好きということでございましてですね。で、今回新ウルトラマンを作る運びになりまして、ウルトラマンが好き。庵野さんはね、多分新ウルトラマンっていうか、帰ってきた帰りマンがね、すごいお好きだったんでね、マットビハイクとかね、そういうのがね、エヴァンゲリオンの中にも出てきたりとかでね、そういう、ウルトラマンが愛があるということでございまして、これはもう松本さんで、やんないわけにはいかないだろうっていうことでございまして、私、急遽動画を回して今日、松本さんで、この、新ウルトラマンの、コラボの、マクドナルドを食べるという動画をね、ちょっとアップしようと思いますので、よろしくお願いします。ね、YouTuber っぽいでしょ。ね、でもね、本家の松本さんはね、YouTube やってらっしゃらないんで、僕はちょっと代表してお送りさせていただこうと思っております。さあ、それでは早速いただきたいと思います。いただきまーす。あ、そうか。いただきまーす。ね。じゃあ、まずはですね、この飲み物2種類買いましたけども、どういう味がするかっていうのをね、まず飲み物からちょっとね、味わっていきたいと思います。ねえ。じゃあ、早速ね、松本人志で食べたいと思いますけどね。いや、もうウルトラマンも好きなんですよね。ウルトラマン好きっていうか、その、ウルトラマン、9からが好きなんでね、もう、その9のね、感じでね、食べたいと思いますけどね。あれですよ、ウルトラセブンまではやっぱりね、怪獣とか宇宙人がね、どっちかって言ったら、もうゲストな感じでね、あくまでウルトラマンはこう、ホストの、感じだったんですけども、主役はあくまでこの、怪獣、宇宙人やったんでね、僕は好きやったんですけど、じゃあいただきます。なんやこれ、柑橘系やな。柚子っぽい。柚子っぽいですね。この色自体がね、ゴルドンみたいですね。金を食べる怪獣がいるんですけどね。なるほど。こっちはね、すごく、みかんで、柑橘系で美味しいですよ。さて、もう一個の方をね、飲んでみたいと思います。じゃあ、ウルトラマン、アタックケロニアに使った時のアタック光線。さあ、こっちのスイカはですね、ちょっとスイカね、スイカどんな味がするかっていうのを飲んでみたいと思いますけども、いきます。ごっつスイカ、もうもっともっとクレロンって感じですよね。もっと飲みたいっていう感じですけど、富士リンゴ全然違うしもう舌アホな人みたいになってるやん。もういあるじゃないですか、かき氷のシロップもね、全部同じ味やけど、色が違うだけでね、メロン味も、メロンの味するみたいな感じで、これ、じゃあ、富士リンゴやと思って飲みますね。富士リンゴですね。楽しんごみたいな感じで言ってしまいましたけど、じゃあ、これとこれをね、北斗と、南でこれ、ウルトラマンエースの両方、今だ麹と、東の麹みたいな。じゃあね、いきます。ちょっと純也みたいですけどね。スイカが勝つよね。すごい緩い動画じゃない？このモノマネモンスター JP 史上
ね、モノマネモンスター JP チャンネル史上 初の激売り動画じゃないこれもう、まあ、でもこういうのがあってもたまにいいじゃないですか。こっちをね、こっちをどっちかこっちかっていうね、うん、いやでもあのグドンとツインテールの戦いみたいなね、もうウルトラマンイズとも、成り立つんじゃないかっていう、うん、うん、まあまあ、さあちょっとねポテトいきたいと思いますね。うん、うん、あーこれやっぱマックンも好きなんですよ。うん、うん、あうまいですね。うん、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 食べます。ありがとうございます。そんな食べ方すんの？いや、わかんないですけどあの普通に、まあ、揚げたて、まあ、いわゆるそんな食べ方するあのお米食べまあまあ、そのお行儀は良くないかもしれない。こう指で作るじゃないですか。そうですね、あれがあんまり良くないかなって、うん、思いますけど、まあでもうまいですよね。安定のポテト、安定のダウンタウンと一緒が安定の、ポテトでございますけどね。うん、やっぱウルトラマン僕一番好きな、それに、ね、やっぱり、うん、いろんな番組で言うてるけど、やっぱりメトロン星人が好きな喧嘩宇宙人、メトロン星人って言いましてですね、狙われた街って言ってね、まあ、うん、別のオマージュ作品というか、狙われない街っていうのもね、まあ、なんかいろいろ考えさせられるんですよ、メトロン星人は。ちょっとその感じでね、僕はウルトラ怪獣の中ではそんなのが好きなんですけど、まあまあまあでも、うん、俺の体型的に今やっぱ鍛えてるからね、あのギガスみたいになってますけどね最後こうって爆発しとるかな、ほんまに。まあ、うん、うん、うん、まあうまいですね。まあ、今日はね、そんなあの松本さんの力をお借りしますって言いながらこれ食べて、ちょっとポテト返してもらっていいですか。すいません、すいませんちょっと俺が買ったんで、いや全然食べてもらっていいけど、うん、ちなみにあの加藤慎吾さん帰ってくるの、いや、ほんと、うん、うまっ、うん、そう、加藤慎吾さん、さあ、それでは早速ですけど、この新パスタ、行ってみましょうか。ほら、これですよ、ね、ほら、これ金タスタ、てってれー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 はぁー、ここはヘアじゃない、家族隊のね、テーマを流しながら開けましたけど、さあ、それではちょっとこれ食べてみたいと思います。あ、結構、わ、結構ね、でもボリューミーですよ、これすごく、てかもうめっちゃ垂れてるし、これ手ベトベト、あ、芯、ちゃんとこれ見てください、ほらお、芯登場って感じますね、芯登場って感じます、え、お、見える？芯登場、ほら、でも帰ってきたウルトラマンもね入ってるからね、うん、やっぱ帰ってきたウルトラマン好きですから、安野監督は、うん、地球怪獣が多いイメージじゃないですか、なんかこう、うん、地球で戦ってるっていうか、土ぼこりの中で戦ってる怪獣たちじゃないですか、うん、だからあんまりこうなんかこうね、例えばね、セブンやったらエレキングで湖戦ってるウルトラマンとかやったらね、なんかこう街中にケムラーがやってきたりとか、なんかそういうのありましたけど、ウルトラマン、新ウルトラマンに関しては割とこう、なんかグランドでずっと戦ってるみたいなね、割とこう、なんかこう、うん、のなんか男子学生の弁当みたいなね、プチトマトとかパセリがないというか、うん、色合いがなんか茶色いイメージですけど、まあ、そこにもベムスターがやっぱりね、来たので、もう一変しましたけどもね。まあ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 、そんな言うても、ね、食う暇はあらへんから食べますけど、いただきます。どっから行ったのかな、えぇ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 ちしょわちょ、うん、なんこれ、なるほど、
あ、卵が入ってる。うん、うん、卵うまっ。うん、あ、うまいね。照り焼きっぽい。うん、あ、パテが、うん、でもうまい。うん、うん、うまい。これはね、これはやっぱメフィラスがね、それは契約しに来るよ、地球に。こんな地球にうまいもんあったら。うん、サトル君、サトル君だってね。あ、メフィラスでサトル君があったって。ちょっと覚えてないです、すいません。検索しよう、メフィラススペースサトル君って。サトル君ですね。あとや、うん、これね、ちゃんと記憶あるんでしょうよ。うん、うまい。あのね、卵、あのなんかこう潰した卵あるじゃないですか、なんかゆで卵を潰してマヨネーズあえたみたいな、タルタルっぽい感じの、あれが新食感でめちゃくちゃ美味しいですね。うん、まさにあのマックの生まれ変わり、あ、マクドの生まれ変わり、どっちでもええわいやもう俺やったらマクドっていうね、まだやっぱ浜ではもう完全にマックって言ってるね。うん、俺はまだ尼崎のイメージやからマクドって言うけど、うん、いやでも新しいこのマクドナルドの可能性、まさに新ウルトラマンと言わんばかりの、うん、味ですよ、これ、うん、美味しい、うん、それはもうメフィアスも、うん、地球欲しがるわ、これは、うん、俺がジャミラやったらこれ飲まれへんからね、うん、俺がジャミラやったらこれ飲まれへんけど、うん、ジャミラじゃないからね、うん、うん、うまっ。うん、いや、うまいですね。うん、またこのね、この数がね、もうバルタン星人の数ぐらいいますからね。うん、うまい。うん、バルタン星人ぐらいね、ポテトがあったらね、食べても食べてもなくならないんですけど、うん、うん、でもバルタン星人ぐらいだったらね、いいんですけど、なくないじゃないですか、食べた食べるだけ。だから、それは言えない。あ、ね、すみません、あの侵略者を撃ての中のね、あのマニアックなね、あのワンシーンが飛び出しましたけどね、今のシーンをね、あの気になる方はぜひあのウルトラマンをバルタン星人とかでご覧ください。あ、うん、うまっ、うまっ、うん、やっぱね、マックはこれに限るよね。うん、やっぱね、アンの監督もね、言ってはったんですよ。あのウルトラマン、仮面ライダーも知ってるでしょ。うん、もともと仮面ライダーってホラーやからね。うん、子供向けになってもうたけど、もともとホラーやから、やっぱちょっとね、お笑いもね、ちょっとなんかこうドメスティックな感じと、なんかその、うん、笑いとすごい近いところがあると思うんですよね。でもウルトラマンなんかもね、意外と怖い回あるんですよね。うん、あのうん、あのセミ人間のね、うん、うん、ガラモンの回なんかめちゃくちゃ怖いんですよね。急侵略に来たセミ人間が、あの、うん、責務を全うできへんかったから、同じセミ人間に、あの最後円盤からビーム出て焼け焦げて死んでまうっていう、なんともこう後味の悪い終わり方で、も昔はそれで良かったんですよね。今コンプラコンプラ言いますけどね。うん、考えてみたらめちゃくちゃ怖ないですか。
お前ちょっとあそこの会社行って成績残してこい言うて、成績残せませんでしたって言ったらビームで焼き殺されるんですからね。現代社会におけたごっつい怖い話ですよね。だからそういう意味ではね、ミニチュアマンってやっぱ教育にすごく向いてると思うんですよ。いろんなことを教えてくるんですね。ウルトラ5つの誓いとか、なんかね、外で元気に遊ぶっていうということですから。浜田は M15 にちょっと似てるっていうね。俺はだから、さっき言ったギガス似てるって言われますけど、あと、やっぱりなんかね、好きなレッドキングとかね、レッドキング、ややこしいんですよ、ウルトラマンって。レッドキングおって、ブラックキングおって、レッドギラスがおって、ブラックギラスがおってみたいな、もう どっちでもええわみたいなね。で、なんかもう宇宙人とかもいっぱいおるんですよね。サイモン星人の息子でも分かんないでしょ。分かんないでしょ。検索して、サイモン星人の息子って子供か。サイモン星人のノーマルで出ると思う。星人の子供、ね、出るでしょ。そうサイモン星人の子な。結構ね、風刺も効いてるんですよ、ウルトラマンは。ウルトラマンもそうですしね、うつな嵐、うつな嵐っていうね、まあ、結局、ゼットも倒すのもね、イデタインの、イデタインの一発し損じるんじゃないぞっていうのが当たってね、倒したわけです。めっちゃサイモン・セイズの息子出てきてるし、動画で今、検索してくれてはる。3分以内じゃなくて3分以上タラ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 食うてるだけですけど、やっぱ新ウルトラマンってカラータイマーないでしょ。あれがちょっとね、大丈夫っていう、もう予告編からしてもものすごい楽しみな映像がね、もう垣間見えると思うんですけども、いやだから、ね、その公開前にね、そのサイモン星人の子供、ね、もうすごいね、ものすごいいじめられるんですよね、サイモン星人の息子は。ものすごい、そんなに子供らにねっていうね、そんなもう宇宙人のええやつおるでみたいなね。もうまあザランブ星人とかはねちょっと怖いですけど、言うてはりましたよ、庵野監督が、ザランブ星人好きやとね。で、その、なんかこう、偽ってかっこよくないですか、偽って好きなんですよ。いや、ザラブ星人っていうのは結局ウルトラマンに化けようと変身しようと。でもその、目がこつり上がっててね、すごく人間味があって、で、なんかこう、様もこういうなんかパリコレみたいな歩き方しようんですよ、偽ウルトラマンが。だから偽シリーズの走りってね、やっぱね、いろいろね、ブランドモンとかの偽とかありますけどね、あともう本当に偽タレントとか言いますけどね、元祖の偽はもう本当ザラブ星人ですからね、俺からしたらね。まあ、だから僕らモノマネ芸人ってみんなザラブ芸なんですよ。どういうことやねん、ザラブ芸って。まあある意味みんな兄弟かなと思ってますけど、まあ、ダウンタウンファミリーはもう全部ザラブ星人から言うともう兄弟ですよね。足りへんな、全然まだいけるな。スイッチ入ってもうたの。まあでも、まあ、これはまあ後からゆっくりといただくとしまして、リンゴね、リンゴですよこれ。こっちはね、桃子ですよ。ハイヒールです言うて、まあまあそんな言うてるわけじゃないんですけど、まあでも、この今回のね、この新ウルトラマンとのコラボ、ちゃんとこれ後ろのね、ドナルドがちゃんとゴミ捨ててる。ここはドナルド何回と思いましたけど、ちっちゃいね。
ウルトラマンやと細部にこだわってるなと思って、ここはドナルド何回と思いましたけど、このねこの新ウルトラマンの、チキンタツタ、うん、あのすごく美味しかったでございますね。であのこの、スイカと、リンゴもものすごく美味しかったですし、まあ、何よりもねもうこのマックのポテトのこの色がねそもそもあのウルトラマンの色じゃないですか。で黄色も入ってるし、まあ、ある意味ゼアスとシャドウの戦いを物語ってるっていうのもあるんですよ、誰がわかんねんそれ、ということでございまして、今回はですね、マクドナルドさんとそして新ウルトラマンの、コラボ、私ダウンダウン松本がですね、庵野監督と昔ちょっとね対談させていただいたあのも含めての、ただただ食べるっていう動画でした、ありがとうございました。ということでよかったら、チャンネル登録高評価滑らない感じでよろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。モノマネモンスター GP の動画は続くったら続く。なんすか服は、それはなんでゴジラなんですか。今日はメカゴジラなんですけど、それはなんかこれはデコイ、これは今日はあの僕の普段着で一つつもりじゃなかったんです今日ね、そもそもそのつもりじゃなかったんですけど、本当に好きなんですかウルトラマン。いやだってそのシンゴジラから来てんだから。そうでしょ、シンゴジラから来て、シンウルトラマンから来て、シン仮面ライダーっていう、だからライダー要素は今日もないけど、まああのある意味あの松本さんっていう仮面は被ってるかなっていう。ありがとうございました。どういうことね。あ、じゃあ最後メカゴジラのあの技を、メカゴジラのいろんなあの技をねこう繰り出す時のあのメカゴジラの動きをやります。います。